2018年、神室町では関西から進出中の極道たちが次々に殺され、その目をえぐり出されていた。かつて弁護士だった神室町の探偵八神隆行は容疑者のアリバイを証明し、だが同時に真犯人の存在をごく間近に感じる。名もなきその殺人鬼に八神はモグラと名をつけた。チャプター2 Under the Water。 はい、どうもサマチャンネルのサマです。じゃあジャッジャイズ続きやっていきましょう。で、前回がモグラチャプター1が終わりましたね。羽村の頭が無罪となりました。だけど神室町で目をえぐられた被害者はこれまでに3人いる。この間の組以外にあと2人、全員強霊会の組員だ。そいつらを全部やったのがそのモグラだな。ああ、そいつに羽村の頭は組を引き渡してたんだ。つまり羽村の頭はモグラとグルだ。三件全部の殺しに絡んで。でもあいつはそのことをまんまと隠し切ったまま無罪放免、俺らをコケにしてくれた。借りはきっちり返さないとな。おう、やるならとことんやろうぜ。金にはならねえけど。そう言うなって。だいたい頭はなんでモグラのことをかばうんだ。下手すりゃ自分が無所にぶち込まれてた。そうだよね。さあね、まだほとんど何にも分かってないんだ。俺らはまずモグラを知る必要がある。だからここに来たんだろう。モグラの最初の犠牲者はこの場所で見つかった。あ、なるほどね。ここなんだ。第一の事件ね。第一の事件があったのは8月の末、被害者は強霊会の真柴健吉27歳。久米よりさらに下っ端だ。目はえぐられてて、朝方死体発見の通報があった。事件発覚した久米を、この間久米の時のことでしょ。真柴はどこでどんなポーズで倒れてたろう。いや、ネットの情報じゃそこまで出てねえ。そっか。まあそりゃそうだ。それじゃあ調べようがないな。なあ、警察だってモグラを探したはずだぜ。それでも見つけられなかった。俺らだけでやれんのかね。やる気をする、黙ってろ。大丈夫、俺らやるしかないんだ。まあこのままこれにしましょう。ちょっと選びたさありますけどね、これ。大丈夫、俺らならやれるよ。どっからその根拠があるのか。その自信はどっから来るんだ。同じこと言ってる。モグラを追う鍵は羽村の頭が握ってる。あの人のことなら警察より俺らの方がずっと深く探れるんじゃない。なるほどね。まあ確かに。ただその前に必要な情報を集めとかないとな。探偵にとって地道な努力の積み重ねが真相に迫る一番の近道なんだよ。誰のせいか。なるほどな、わかったよ。次に第二の犠牲者が出たのは10月とある。場所は天下一通りの裏路地だ。行ってみるか。いや、そっちは俺一人で行くよ。その代わり海藤さんは前言ってた情報屋に連絡取ってくれるか。綾部か。綾部のことか。結局綾部と会えてないんだよね。その綾部ってやつだね、汚職刑事ね。汚い刑事。警察の情報を流してくれるんだろう。俺らにはモグラの捜査資料がいる。わかった、聞いてみる。よろしく。はいはい、ケースファイル売れましたね。じゃあちょっと間が空きましたけど、まあそんなあれはないですね。じゃあこちらには第2の現場、ここですね。よし、じゃあ向かいましょう。
はい、というわけで近辺まで近づきましたね。この辺かな。おっとっと、なんかね、マップの中でこれハテナハテナハテナっていうイベントがだいぶ増えてるんですよ。これがもしかしたらあれかもしれないですけど、サブシナリオかもしれないですけど、まあ、この辺は裏でやっちゃいますね。多分動画化したらえらい数になるんで、パート100とかになるかもしれないね、このゲーム。天下一通りの裏か。モグラの二人目の犠牲者はこの辺見かったはず。確か死体はゴミ捨て場にあったってこの話だったが、それとどの辺のことだ。まあ、この辺でしょうけど、猫がどっかにいるはず。ここなんかこれは、はい、この中にゴミ箱がゴミ箱に含め込まれてた騒ぎになる。となると死体があった場所、まあここではないですね。猫の声、この辺か。お、ここら辺でブルブルしたぞ。この辺でブルブルして、ああ、なになに、細い道で車が入ってくるのは無理だな。すると被害者は自分の足でこう行ったか、それとも殺されたか、モグラの手で運ばれたか。はあ、はあ、まあ車は通れませんよってことだね。猫猫猫猫どこ、ん、近い。あ、いた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 。ここは三毛猫かな。なんだ、ここのとこに猫がいるぞ。まあここだよね。はい、これはゴミ捨て場って、これのこと、多分死体はこの辺に倒れていた。どうも、何回来てお前のこと、まあまあまあ、痕跡は残ってはないな。ほうほう、もうなんかある。怪しいな。これって成功なんで1。あ、上がけないのね。ああ、なるほどね。まあ、あとは特に、もうこのスレッジハンマーがちょっと気になりますけど。特に何もないね。こっちもなんか触れたな。なんだ、ん、太平通り。はあ、はあ、こんな裏道に詳しいとなると、モグラは普段からかもしれ、あ、なるほどね。まあ特には、あとこの自販機くらいかな。なんもないな。カメラとかあったりする？カメラとかもなさそうだから、このまま終了だね。うん、そうしてるね。無駄足だったか。うん。お、映像が入ったぞ。止まれ。おーおお、あれか、例の窃盗団か。おお、身のこなしがいいね。若いと多分。年取ったらね、こんな動きはできない、絶対。少なくとも20代前半だ。こうなる、こうなる、こうなる。よっぽど鍛えてないとね、あんな動きはできない。これ巻き込まれるパターンか。おう、カイトさんか。うん、はい、しもしも。あ、取れたし。取りやがったやつ。おい、待て、そこ止まれ。飛ばちる気でね。俺は、お、これはチェイス、チェイスのチェイスか。チェイスしながらチェイスされるか、これ。チェイスされるってなんだ。めっちゃ久しぶりのチェイスだな。おお、おお、オッケー、オッケー。おい。おお。これ多少いる位置で、小窓出たり出なかったりするんで。おい、ちょっと三角。大丈夫。プレスのコントローラーならわかる。Xbox のコントローラーとかになるとちょっと不安になる。まあもう何年も使ってるあれになるから。おいしょっとこれこれだいぶあれだけどな。わあ、あぶね。 Xbox のコントローラーとかわかんねえけど、この辺だったら大丈夫。プレスはもう長いからな。おおどどど、
ああ、ええ、嘘。おお、細いとこ入るね。あ、動け動け動けろ。30m。 あお、ほいほい。あ、ここで終わりだね。めっちゃおられてる。動きが軽いな。いやー、でも八神さんも負けてないぞ。ちょっと年の差はあるかもしれんけど。おお、あーあーあーあああああああ、いや、これあの上からあの足ポッシングのめっちゃ怖いけどな、下にいると思う。ああ、おお、誰かいとかじゃないよな。誰助けてくれたの？礼なら期待すんだ。あれから、あの、死んだら後味悪いからかな。これ頑張ったご褒美。頑張ったご褒美じゃねえんだよ。俺のだろ。そうで、まあ計画とは違ったけど結果的に助かったよ。サンキュー。計画だと？何がサンキューだこの野郎。それじゃ。え、こいつがあれだよ、例の窃盗団の一人だよ。あれがカムロ町の窃盗団か。だよね。さっきは急に出て大丈夫なのか。こっちはアイベと連絡が取れた。今モグラの操作種類に新してる。優ができたらまた連絡が来るぜ。なるほどね。あのね、あれなんですよ、前から言ってますけど、あのスマホの環境とあのコントローラーに全部入ってくるんです。さあ、ここじゃあ降りようか。ああ、相変わらず味が精すり抜けそうなあれだな。あ、ここに戻ってきてるんだね、ちゃんと。なんでここから出れないの？なんで？なんでこっちから？源田先生のところにとりあえず戻らないといけないけど。はん。なあ。はいはい。そこに助けてくる。はいはい、どうしたどうした？どうじゃないですか、大丈夫ですか。腹が猛烈に痛いんだ。はあ、なんか救急車呼びましょうか。病院はダメだ。そんな金ねえ。諸星先生を呼んでくれ。児童公園のマンホールから入れる地下下水道にいる医者だ。わかりました、ちょっと待っててください。本堂が呼んでるって言えばわかるから、なるべく早く頼む。はんはん、なるほど。メインストーリーに関係あるのか、これは。ここだね、児童公園。じゃあ行きましょう。はい、というわけでね、児童公園の方までやってきました。諸星先生だよね。あ、マンホールの下だっけ。闇医者がさ、うん、マンホールの下ね。はい、マンホールだから本当にいるの？めっちゃ軽く開けんじゃん。マンホールってそんな片手で上げれるもんじゃないと思うけどな。はいはい、おお、あ、結構なホームに住んでるんだね。おお、なんかしっかりした設備してんな。はい、あの、あなたが諸星先生？ん？そうだか、あんたは嫌なんです。はい、なんか電話たまやす。
なるほど、選択肢系ね。まあ、今度、今野が読んだ。ああ、間違えそうだね。諸星が、諸星先生は今目の前。今度かと、クソどうでもいい。まあ、今度が読んでるしましょう。これとかで、ホームレスの人、その人があんたを呼んでます。え？何？近藤さんか？なんか腹が猛烈に痛いとかで、諸星先生を呼んでくれて頼まれました。場所は第三公園です。走ってちゃったよ。ここでロードが入る。なんかあるのかな、メイン総理だから。いや助かった、ありがとう諸星先生。それにお兄さん、おい近藤さん、あなたまた変なの食ったろ。あーどうだったかな、昨日ピンク通りで残飯あさったけど。まったく、はは、面目ない。山上さんだったかな。はい、迷惑をかけたな。おいといつも変なもんだ。なるほどね。あ、なるほどね、フレンドエレメントね。あの、はいはい、なんとか大学ってでっけえ医大の医者さんだったんで、それが教授選挙で負けた落ちぶれしまうと、俺も俺専属。近藤さんちょっと喋りすぎだ。山上さん、ああ、ああ、ありがとう。ああ、なるほどね。あれかな、ブラックジャックではないですけど、山上さん、資格を持ってないお医者さんね。いや、医者だね、まあ、どっちにしろ。まあそんなのがありました。あ、じゃあ今回この辺で終わろうと思います。それではまた皆さん次回会いましょう。んじゃ。